てやる。の、歌。ペンネーム、偽警官からの、自虐の歌です。あれは、私が小学校5年の時のバレンタインデーの頃です。バレンタインデーの2日後に引っ越すことが決まっていた私は、準備に忙し、大好きな隣のクラスの Y 君に渡すチョコを作れず、仕方なく、スーパーで買ったチョコを持って投稿しました。ここまで、すでにドラマチックですよ。女の子がバレンタインデーの2日後にもう引っ越さない、それはね、お父さんの都合ですよ。もちろん。で、家族会議した時も、好きな人がいるから離れたくないって彼女言えなかったはずです。言えなかった。まじでお父さん栄転でしたから。書いてませんけど、そうなんです。部長になれるってお父さんのその、ニコニコしたね、言葉と妹の、新しいお家は、兄弟で部屋が別々らしいという言葉の前では、言えませんでした、言えませんでした。そう書いてませんけど、そう決めました、私が。隣のクラスが体育の着替えでいなくなった昼休みの終わり、私はこっそりとクラスに忍び込みました。ここのクラスの生徒はもちろん、私のクラスの生徒もみんな校庭で遊んでいていません。私はそっと Y 君の手提げカバンの中を見ました。彼は顔もよく、スポーツも万能で、それはそれはモテモテでした。そんな彼だけあって、すでにランドセルにいっぱい。そして手提げにもチョコが5個入っていました。その中でもひときわ目を引く箱がありました。私のクラスの S さんのものでした。大きな箱をきれいな包装紙で包み、豪華なリボンが飾ってありました。それを見た私は自分のチョコを入れるのをためらいました。スーパーで買ったものなので小さくて包装も簡単でした。どうしようか悩んでいるとき、ふと見ると、S さんの箱のリボンのところにカードが挟んでありました。ダメダメ、他人のものだから見ちゃダメ。他人のだ、S さんの気持ちのものだから、もう見ちゃダメ。ね、それはもう絶対見ちゃダメ。あ、抜き取り読んでいました。そこには、S さんの可愛い文字で、私が作りました。食べてください。と書いてありました。私はますます焦りました。以前 Y 君が家庭的な子が好きと言ったことを思い出したからです。どうしよう、負けちゃう。もはや私の頭の中には S さんのチョコのことしかありませんでした。今考えれば他のたくさんのチョコも私のと大して変わらなかったはずですが、混乱した私は自分のが一番勝つに惨めに見えていたのです。そしてパニック状態の私は手に持っていた S さんのカードを自分のポケットにしまい、自分のカードを S さんの箱のリボンに挟んでしまいました。自分のチョコは持ち帰りました。家に帰り、ランドセルから自分のチョコと S さんのカードを机の上に並べ、罪悪感に苛まれながら荷物の整理をしていると、電話のベル。母が、Y 君という人から電話よ。電話来た、電話。はい。妙な期待と不安を抱きながら、私は電話に出ました。Y 君。あ、もしもし、俺、Y。私。ん、何？ Y 君。あのさ、チョコくれただろ。あれ、カードにさ、お前の名前書いたんだけど、チョコにはさ、ホワイトチョコで、H、ハート K って書いてあったんだよ。H は俺の名前だろ。K って何？お前の名前は A じゃん。その後のことはあまりよく覚えていません。多分、アルファベットの綴りを間違えたとか答えたと思います。もちろん、そこにある K というのは、S さんの名前です。私の名前は A なので、どう考えても間違えるはずはありません。次の日お別れ会をしてもらうために投稿しましたが、Y 君とは顔を合わさずそのまま転校しました。S さんは何も知らないようで、心温まる別れの手紙と、昨日のバレンタインの時についでに作ったやつで本当に悪いんだけど、と手作りチョコレートをプレゼントしてくれました。開けてみるとそこには
チョコレートの上にホワイトチョコで A&K と書いてありました。帰り道、私はずっと泣いていました。あれから6年経ちました。これを書いている今日は2月の14日です。一応今付き合ってる彼にチョコをあげましたが、手作りチョコを見ると嫌な気持ちになるので作ってません。これから先も作るつもりはありません。伊集院さん、恋というのはこういうものだと言ってください。せいなのかアドバイスは。あーそうですか、ちょっとお水を飲ませていただきますけど、あーやりましたね。いるんですね、頭の中にね。誰が、あれは誰なんでしょうね。ゲームをやめろと言ってもやめない、寝るなと言っても寝る、あれ誰なんでしょうね。この間チラッと後ろ姿見たら、デシリハチマキに熊ひげでしたけどね。俺のやつは。これなぁ、小学校ぐらいですよね。私もあります。本当に僕すごい数持ってますけど、これね、そんなに猛烈にきついことじゃないんですけど、まあでも今考えるとはなんかちょっとジタバタなんですけど、なんかね、バレンタインデーっていうのが多分その時3年生ぐらいの時かな、小学校3、4年ぐらいの時に初めて、まあ、知ってはいたけど、そういうものとしてクラスで流行ったって流行ったんですよ。ほいで、バレンタインデーにチョコレートを、僕は3年生とかギリチョコ男、ね、ジョン&パンチでしたから、ね、ギリチョコ野郎はジョン&パンチでしたから、もしくはギリチョコ野郎は A チームでしたから、だからいっぱいもらったんですよ。で、ホワイトデーなるもののまた話になって、ホワイトデーの日に、俺チョコレートを結構だ、それ十何個もらったんで、十何個買って返すのに、どういうしきたりがあるのかよくわかんないじゃん。なんかカードをつけるとかわかんないから、こう、机の中にずっと入れてったんですよ。そしたらね、星名さんっていう女の子がね、なんていうのかな、好きだったすごい人気のある男の子がいるんですよ。K、K っていう。まあ別に名前出してくれ、久保田っていうのがいて、その久保田からチョコが返ってきたっていうんで、大騒ぎをしてるんですよ、放課後。ほんで、久保田っていうのは、今でもたまに付き合いありますけど、そんなことするようなやつじゃないんですよ、どう考えても。久保田は返さねえだろ。待って、君、ブサイクだしっていう、俺の中の考え方あるんだけど、ものすごい舞い上がってんですよ。ほんでみんなよかったねとかって言って、なんか大騒ぎしてるんだけど、で、メッセージとかなかったんだけれども、これこういう包装紙で中にはこういうメーカーのチョコレートだって話を聞いて、あれ？それ、もしかして、こういう場所に入れたった？あれ？俺？って言ったら、泣いたまま学校が帰っちゃったんだよ、そいつ。なんか、まだみんなでいろんなことしてる間に。ほいでなんかね、6人ぐらいの女子から非難轟々ですよ。ほいでそういう時に、ひどい人を傷つけてとか、あんたみたいのがそんなホワイトデーなんかやらなくていいのよぐらいの、それは俺をかなり傷つけてないかっていうような。それ以来ね、ホワイトデーとかにね、チョコレートじゃなくてサバ缶とか渡すようになったよね、俺ね。だから、恋というのはなんだ？恋とは、そういうものなのです。ペンネームマスオさんからの自虐の歌です。人間誰でも、親と一緒に歩いたりするのが、とっても嫌な時期があると思います。普通なら、中学生や高校生といった、異性を意識する時期に起こるのでしょうが、僕はその時期が小学校4年生の時にやってきました。小4の運動会の前日、周りの友達やクラスメートは、明日80メートル走で絶対1番になってやるだの、騎馬戦は3組の木村の馬を最初に潰そうぜだの、明日のお弁当さとんかつなんだだのと運動会の話題で盛り上がっていました。そんな周りの明るいムードとは対照的に、僕はとってもブルーでした。なぜなら、お母さんが運動会を見に来るからです。今考えてみれば、洋服もお母さんがイトーヨーカ堂で買ってきたものを何の抵抗もなく着ている子だったし、家でもお母さんに反抗することも特になく、なんらお母さんを嫌う理由は見当たらないのですが、
なぜか友達にお母さんと僕のツーショットを見られるのが嫌で、普段友達と遊ぶ時も自分の家で遊ぶことは決してありませんでした。そんな理由もなくお母さんを人前に出すのが恥ずかしい気持ちのため、当然運動会のお知らせを見せていなかったのですが、それは近所付き合いのあるお母さん、お知らせなんか渡さなくてもお母さんネットで運動会の情報は入手しており、来週運動会よね、タカちゃんお弁当はタカちゃんの大好きなハンバーグよとかなり前から張り切っています。前の夜、お母さん明日倒れねえかなと祈るようにして眠ったのを今でもはっきりと覚えています。運動会当日、うちのお母さんは当時流行り始めた8ミリビデオを回すなんてこともなく、ごく普通に僕の様子を見ていたのですが、僕は恥ずかしくて恥ずかしくてたまりませんでした。お弁当の時間もお母さんとなるべく視線を合わせないようにして、ハンバーグなど僕の大好きなおかずがたくさん入ったお弁当を口の中に捨てるように食べました。そして午後、借り物競争の時間、第3レーンの僕はスタートの号砲と同時に一目散に封筒のある場所へと向かいました。そして誰よりも早く封筒を開けました。その封筒にはこう書いてありました。お母さん。今考えれば素直にお母さんを連れてゴールすればよかったんです。でもお母さん、お母さんと一緒に学校中の人が見てる前で走らなければならないのか。俺はお母さんと僕のツーショットを見られたらもうこの学校にはいられない。そう思った僕はとっさに客席に向かい、 Y 君のお母さんを連れてゴールしてしまいました。ゴールした後、先生からどうしてあなたのお母さんを連れてこなかったのと聞かれましたが、お弁当の時と違う場所に移ったみたいで、いるところが分かんなくなったんで、とっさにそういう言い訳をしてその場をしのぎました。そして僕にとって試練だった運動会を乗り越えることができました。翌日、学校から帰るとお母さんは買い物に行っているご様子で、家には誰もいませんでした。テレビも開いていることだし、ファミコンでもやろうと手を洗ってからテレビのある部屋に行くと、テーブルにお母さんと書いた紙切れが。失礼しました。借り物競争が終わった後、体育着のポケットに丸めて突っ込んだのをすっかり忘れていました。おそらく体育着を洗濯する前にお母さんが見つけたんでしょう。くしゃくしゃに丸められたはずの紙切れはしっかりと伸ばされてそこにありました。以来、お母さんとの会話は極端に少なくなりました。お母さんが僕の部屋に入るときノックをするようになりました。タカちゃんと言っていたのがタカシというようになりました。僕は大丈夫なんですか。来年の母の日こそカーネーションを渡していいのですか。まあ、このね、医学的にはアンチニアーザマザー症候群と言いまして今メキシコのあたりでは、かなり深刻な問題になっているんですけども、私もかかりました。なんでしょう、あれは。うちの場合は俺とお袋がウリ2つっていうのがありましたから、これがどうにもダメなんですよ。でまたね、今思い返せばそれはどうでもいいことなんですけど、よく俺もでも小学校4年にはすでにこのアンチニアザお母さん、お母さん病ですね、アンチニアザ、マザー病ですよね、まあ ANM なんですけども、これにはなってたと思いますよ。なんかね、お母さんって何なんでしょう。お母さんって誰ですか。お母さんは何味ですか。もう何色なんですか。わかりませんよ。あのね、よくさ、顔に泥とか跳ねたの、こう、唾つけて、こう、人前で溶かれたりすると、もうすごい嫌な気持ちになったよね。ああ、泥が1トンついてる方がもういいよっていう。
あれはどうなんですか、アンチニアザファザー症候群とはまた別の、俺はあんまり親父に関しては、まあ、あんまり親父もベタベタはしなかったけど、親父と例えば野球に行くのに隣同士で歩いてるっていうことは、数が少なかったせいもあるけども、そんなに嫌だったっていう感じはしないんだけど、お母さん、ママンはきつかったね。今でもきついと思うわ。あの、親父とね、食事は行けると思うけど、あと親父とお袋と、こう、一緒になった状況で、例えば、飯に行けて、俺、なんかこんな30にもらって、あんまり好きじゃないのは良くないことなんだけど、でもまあまあ、行ってしまえば我慢できるけど、お袋とか何でしょうか。申し訳ないよ。あんたのね、賛同を通してもらって、大変申し訳ないと思いますけど、ヘソの方から栄養分をドクドクいただいたのにも関わらずですよ。カルシウム分を取ったのにも申し訳ないですけども、あれは何でしょうね。ただドラマチックですね。カニモノ競争でお母さんに出て、そこまでこう自分の中でお母さん嫌さを勝手に蓄積されてるから、お母さん出た時にもうダメなんだろうね。ワイ君のお母さん。ルール的には OK だったんでしょ、きっと。これだ、俺が勝手にこう、頭の中で想像するには、ルール的には OK で、まあトップならトップっていう結果でしょうよ。それで、多分見てたお母さん自体も、その時点で何が借り物の台になってるかっていうのが、多分さ、小学校の運動会できちんとしたアナウンスもない。俺の方でドラマチックにしてるよ。それは俺の書いてない部分を。何もないから、なるほど、ワイ君のお母さんを、まあお母さん見てて、トップだったらトップになった喜びと、ね、それからあと、美人だったら美人とか、メガネをかけている女の人とか、そういう題材だったんだろうなっていう納得の仕方を文字してたら、家に帰った後、ポッケに入ってたお母さんという紙をお母さんが、お母さんた時にどう思ったでしょうか。切なすぎ切なすぎですよ、これは。いやー、まあ、ただね、この病気ね、アンチニアザマザー病、ね、これに関しては現代医学ではどうすることもできません。でいてかなりの人数がかかってます。逆にさ、この病気に一度もかかってないタイプのやつたまーにいるんだよね。たまーにビビんない？すごいビビるもん。昔さ、有楽町の、今お台場の、ラジオ局の H アナウンサーっていうのがさ、なんつうのかな、みんなとこうやって普通に話してるときに、お袋ギャグって飛ばせるじゃん。自分のお袋がこうでさ、っていうね、うちのお袋がこんなにヤバい人だっていうのは言えんだけどさ、この H さんは、うちのお袋は美人だって話をすごいするんだよね。なんか男同士で女の人がどう思うのか知んないんだけど、低いよね、なんかね。それは自分を肯定しようとしてるせいかもしんないけど、ものすごい聞かない？そうそう、俺の中学校の時の原取先生っていう先生も、俺たちってさ、小学校、また俺たちにして申し訳ない。俺はね、小学校のこれぐらいの時期から、自分のお母さんのことをなんて呼ぶのが一番いいのかがよくわかんなくなってきて、人前で母ちゃんって呼ぶのも変だし、母がっていうのも気取りすぎてるし、どうしていいかわかんなくて、あいつっていうことになったんですよ、結論的には。あいつとか、俺変に気遣って俺を産んでくれた人とかいう、そういう変な言い方にどんどんなっていった時期だから、その中学校の時のその香取先生が、自分のお母さんのことをママって呼ぶんだよ、この人20いくつで、その教育実習もして、大学も出て、教員採用になってる新卒の先生なんだけど、ママって呼ぶのに、ゾワ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 。俺高校生ぐらいから母上とかわざと呼ぶようになってたけどね。ママンとかも結構使ったけどね。友達の前で、うちのママンが言うことにして、わざとトーンとかも変えて、そういうことで脱出したんだよ。あんじゃこの、女の胸っていうことに対する呼び方が、俺がおぱいをいつの間にか開発したように、おふくろがいてもママンを開発したことでかなり大丈夫になったんですけど、これね、みんななってて、スタッフなってたよね。そうだよね。おふくろとツーショットって。おふくろと今手つないで歩ける？うわ。ただ、うちの場合はもう60を超えてるんで、70に差し掛かったら逆にもうちょっと手つなげるかもしれないけど、それはな、これはね、しょうがないんですよ、あなたは。その時の流行り病ですから。この時に必ずかかってますんで、大丈夫なんです。カーネーションなんですけど、カーネーションの件ですけども、渡してください。何ヘクタール分も。もう、見渡す限りのカーネーションっていうね、の渡して大丈夫ですよ。頑張ってやってみてください。で、皆さんこういう風になって、おりますから。
もうカーネーションを根絶する寸前まで渡してください。そんな今まで私に光った分もそうなさってください。もう今日はねすごいの来たね。あのねグッと来た。てかもうね想像してたらね切ねえ気持ちになってた。え切ねえね。絶対匿名さん特住所なんですけども、いい話なんで皆様頭の中に状況を浮かべながら、すごい分かるんですよこれね。僕が小学校4年生の時一番の仲良しだった T 君のことを少し聞きたいと思います。僕の家と T 君の家はすぐ近く、学校がしてるとよくファミスタをやって遊びました。お互いそれぞれファミコンもファミスタも持っていたのですが、大抵の場合球場は僕の家で、僕までに T 君からのお誘いがあると T 君の家でゲームをしました。僕らはお互いの家を T 君球場、 S 君球場と呼び合っています。ある日のこと、久しぶりに T 君球場への誘いがありました。あさって僕の家でファミコンしよう。もちろん OK の返事をすると、僕はあさってが楽しみでなりません。決戦の日に備えてコンピューター相手にファミスタの練習に明け暮れました。ところが試合当日学校に行くと、この後に及んで T 君がやっぱり今日の試合は中止というのです。納得いかない僕が食い下がると、昨日の夜ファミコンが壊れちゃったというのです。そんな事情があったのか。今考えれば全く同じゲームなのだから僕の家ですればよかったのです。なのにあの時の僕はこんな提案をしてしまいました。それじゃさ、僕のファミコンを持っていくから T 君球場で予定通り試合をしようよ。となれば T 君に断る理由はありません。僕は家に帰るとカバンを投げ捨て、ファミコンを抱えるとお母さんにまで T 君球場に行ってくるぜと言い残し、 T 君の家まで走って行きました。T 君の部屋に上がり込み、いよいよ試合開始です。待ちに待った試合に興奮して大声を上げていると、 T 君のお母さんが紅茶を持って上がってきました。そしてすごく優しい声で、二人ともあんまり大きな声を出したらダメよと言っておいていきました。いけねえ、舌をペロぐらいの判定をしたものの、しばらくして僕が特大のホームランを打った時に、またうわーと声を上げてしまいました。お母さんが上がってきました。さすがにちょっと気まずい雰囲気でしたが、お母さんは何も言わず優しく微笑んでマドレーヌをくれました。笑顔のまま口に一本指を当てて、ジェスチャーをして笑顔のまま降りていきました。まずい雰囲気を去り試合は再開。そして白熱した接戦はついに9回の裏を迎えました。確か僕がこの回を抑えれば逃げ切りという場面で、食い下がる T 君の攻撃が2アウト満塁だったと思います。今まで割と静かにしてた T 君が突然カットを出せバーッと叫び始めたのです。僕も負けてはいられません。頑張れ頑張れカットーリー応戦しました。 T 君球場が興奮に包まれたその時です。T 君のお母さんが静かにドアを開けました。優しく微笑んでいました。ほっとしました。肉まんを2つお皿に乗せて持ってきてくれていました。僕が、あ、すいませんと言おうとしたその瞬間、お母さんを押しのけてものすごい形相の T 君のお父さんが飛び込んできました。お父さんはこんな意味合いのことを怒鳴り散らしていました。この野郎、俺は朝から一番働いて疲れてるってのに眠りやしねえだろ。そして僕らの影になっていたファミコンを見つけると、さらに5倍ほど怒った顔になり怒鳴り続けました。なんだこれは、昨日ぶっ壊したのにお前が買いなされたのか。お父さんは震える僕たちを目に振り向きざまに T 君のお母さんをぶん殴りました。お母さんは飛びました。肉まんも飛びました。お母さんが
声を上げて泣きました。比較的温厚な家庭に育った僕は、大人がお葬式以外で泣くのを初めて見ました。この辺りの神事は今でも克明に思い出します。それでも収まらないお父さんは、まだ行くんですよ、ここまでもぐっとしてるでしょ、すごいぐっとしてるよ、まだ行きますよ。それでも収まらないお父さんは、僕のファミコンをつかむと床に叩きつけました。なんか取れちゃいけなそうな部品が四方に飛びました。そのいくつかがもはや固まってしまった僕の前に転がりました。あまりの出来事が僕の頭の許容量を超えてしまったのか、こんな部品が入ってるんだファミコンには、みたいなことを考えています。なんだかとてもとても静かな広い広い部屋の片隅に僕がいて、映画か何かを見ているような気分になっています。そして次の瞬間、まだ来ますよ、まだ来ますよ、もう一発来ますよ。次の瞬間、Cくんが立ち上がりました。もうたくさんだよ、号泣絶叫でお父さんにタックルをかわしました。僕はCくん救助を荒らさぬ映画館から飛び出していました。数日後、家でぼーっとしていると母が呼ぶ声がしたので玄関に出てみると、Cくんのお母さんが新品のファミコンを手に母に頭を下げていました。うちの子もしつけがなっていないから、いえいえとんでもございません。Cくんのお母さんは僕を見つけると、この間は本当にごめんなさいね、これからもうちの子と仲良くしてくださいねと言い、缶入りクッキーを差し出しました。僕はそのお菓子を、中古だったファミコンが新品になったことで僕だけをすでに得をしているわけだし、もらうわけにはいきませんというわけのわからない理由を述べて拒否しました。Cくんのお母さんはとても悲しそうな顔をしましたが、僕は部屋に入ってしまいました。母はクッキーを受け取りましたが、僕は断固として食べませんでした。そして T 君とは気まずいままクラス替えで別々のクラスになってしまい、それっきりでした。一輪さん、僕は大丈夫でしょうか。なんかね、すごいね、すごいよ。なんかね、あのお母さんの優しそう、相手のお母さんの優しそうな感じね、がね、伝わってくるんですね。あの、こんなことあったんだよ、なんか。完璧にこういうケースじゃないんだけど、この場合、こう、T 君も家でいい子じゃないですか、すごく。俺の場合は、なんか、こう、すごい、あの、友達がそういう揉め方をして、親に逆切れてるところに行っちゃうときってあるじゃないですか。で、それもそれで割と温厚なやつだったりするのに、親とかおじいちゃんとかが、なんかこう、ちょっとテレビのピコピコの音を小さくしてもらえないかな、うるせえなとかっていう日頃温厚なやつとかの音に合わせて、おじいちゃんがしょぼりってしてるの見て、っていう感じ。でもゲームはいいところ、っていう感じまではすごい、もうめちゃくちゃよくわかりますわね。で、まあめちゃくちゃいいお母さんが、あの、僕ね、私使ってるのはね、あの、お母さん、クッキー差し出してね、言ったね、セリフですね。この間本当にごめんなさいね。これからもうちの子の仲良くしてくださいね。と言ってクッキーを差し出した。ね。でもあなたは仲良くできなかったんです、キー君とその後。それは仲良くできません。大人が声を上げて泣くのを聞いちゃったからには、それはもうなかなか仲良くできません。ね。ファミコンも投げられました。ファミコンの構造も分かっちゃいました。分かりたくなかったのに。だけどあなた大丈夫なんです。これキーは一つです。あなたクッキー食べてない。それ自体はクッキー食べてないからには、あなたとのこう契約成立してませんか。もう全然大丈夫なんです。いいかね。これはね、もう あなたはあり。ありということに決定しました、ね、ペンネームコカクルさん、頭字の記憶。それは僕がまだ小さかった頃の話です。その当時僕は2歳、その上に4歳になる姉がいました。その事件はほんの些細なことが事件の引き金になりました。2階で遊んでいた僕たちをお母さんが見ました。ご飯よ、はーいと返事をして僕たちは2階から1階へと降りていきました。
僕がまだ2歳であるという身体的理由から階段を一段一段両足を交互ではなく片方ずつ丁寧に降りていたので、あれ揃えてな。非常に遅く姉が2人ついた時、僕はちょうど2階と1階の間に立ちかかったところでした。姉が早く降りなさいよと言います。しかしそう言われてもこのシステムでしか階段を降りることはできません。また続けて一段一段降りていくと、姉は腹が立ったのか、それとも手伝ってくれようとしたのか、僕のところまで来て背中を押しました。僕は転がりました。しかし大した理由も積んでいない二歳児頭脳はこの出来事に対してあれ僕転がってるぐらいのことしか考えなかった。転がり落ちる時の大きな音でお母さんが飛んできました。僕は頭から著しい頭痔を吹いていました。頭っと書いて頭痔を吹いていましたが、不思議とそんなに痛くはなかったように思います。周りの大人が騒いでいるのが不思議なぐらいでした。その後僕はママチャリ改め自家用救急車で近くの病院へと運ばれました。お母さんは僕に手術には麻酔というものを使うから痛くはないのよと言いましたが、実際は幼児の手術には幼児の手術は後遺症が残る危険性があるのであまり麻酔は使わないらしいのです。これから先のことは自分ではっきりと覚えていません。自分の頭の中を針やら人やらが通り抜けていく感覚やにこやかスマイルを浮かべて何一つ根拠のない痛くないよを連発しながらテキパキと処置するドクターの顔は今でもおぼろげながら覚えています。で最近その当時のことを母に尋ねると笑いながら、あの時のあんたは先生に対して必死にもう治ったんでありがとう拭いても拭いても血が止まらないのにありがとうありがとうを連発しながら手術の中を頭に糸をつけたまま元気に走り回ってみせよ。あの奥さんも取り押さえるのが大変だったと言いました。記憶のパズルが完成しました。僕の頭の中には頭には今でも一円玉クラスのハゲが残っています。もうスポーツ狩りをするのは恥ずかしいです。ジェイさん最近の増毛技術を持ってすれば陶器にピンポイントで増毛することは可能なんですよね。申し込んでください。それは俺が申し込もうじゃないでしょ。いやー2歳ぐらいだけど覚えてんだろうなこれな。階段、うちの弟が階段を頭から落っこったのが2歳ぐらいなんだけれども覚えてた本人なんか、その何克明に全部じゃないんだけれども、3歳ぐらいの家を僕は建て替えてるんで、弟は2歳ぐらいの家の記憶がほとんどないんですけど、落ちてく階段と、そのなんか階段の横に貼ってあった絵とか覚えてるんです。俺の描いた絵とか、すごいよく覚えてる。だから、なんか理屈じゃないけど覚えてるんだろう。なんか克明に覚えてて。で、しかも、克明なんだけれども、どっかなんか中途半端になってるのはすごいわかるんですよ。その印象的じゃないところは切れてるのがわかるんですよ。それがパズル完成しまして。見て、本人は、多分、情報が多すぎて、痛いまで処理が回ってないのか、なんか人間便利できても、俺、痛いというのを認めると大変なことになる気がするっていう感じってわかりますか、俺。痛いって自分で自覚するのは危険だっていう感じっていうのかな。2歳ぐらいで。だから、まあなんかみんな驚いてる。びっくりしちゃってのが、すっごいびっくりしちゃって、ドンバーンとアドレナリンとか出ちゃってたり、ドーパミンとか出ちゃったりしてるから、わかんなくなってるんだけれども、多分もう手術室に入ってから、麻酔はしないまでも、手術は痛いとか、インスタブラスがってことは縫い始めじゃないですか。縫い始めは痛いんじゃないのこれ、もう。その頭が切れてることはもう縫い始めが痛くて、これは嫌だと思って、もう治ったんでありがとうって、言っただけじゃ納得しないから、相当元気じゃなきゃダメだって言っちゃって、走り回ってんだけども、走ってるから次々と出てるっていう。そういう状況じゃないの。